よりみちバスは、福岡県久留米市都市建設部交通政策課の所管により、久留米市内の旧北野町域と旧城島町域で運行しているコミュニティバスである。バス停留所から遠く離れているなどの理由で、公共交通を利用しにくい地域の移動手段として、2014年度、久留米市地域公共交通会議以降、検討にかけられ、2014年8月号の広報誌で、 導入が発表された後、2015年12月18日より、旧北の町域、2016年3月1日より、旧城島町域で運行されている。地域の各集落と地域内の公共施設、商業施設、医療施設、鉄道駅、西鉄駅、西鉄バス停留所に停留所が設置されている。全便ともあらかじめ決められた時刻と経路で運行し、一部の 停留所は乗客からデマンドがあった時のみ経由する。10人乗り1ボックス車のジャンボタクシー車両を使用する乗り合いタクシーである。西鉄グループは運行業務を行っていないが、西鉄の定期券で運賃が割引になるほか、1日乗車券で西鉄バスにも乗車できるなど、西鉄電車、西鉄バスとの乗り継ぎの利便性が考慮されている。いずれも200円均一で前払い。 小学生、未就学児と各種障害者手帳、運転履歴証明書所持者は半額の100円。また、運行地域内発議で有効期間内の西鉄電車、西鉄バス定期券や有効期間内のグランドパス65を提示した場合も100円となる。運行地域内の全線で利用可能な1日乗車券がある。この1日乗車券は、 運行区域内の西鉄バスでも利用できる。以下の2路線。いずれも非祝日及び、盆、年末年始は運休する。車両を主に北の地域内で運行する。コミュニティバスで北のチョコタクシーが運行する。旧北の町域の各小学校校区ごとにエリアが分けられており、主に大城小学校校区内を運行する。大城便、金島小学校校区内を運行する。 金島便、北野小学校校区内を運行する北野便、湯気小学校校区内を運行する湯気便がある。いずれも、基本的には各エリア内での運行であるが、便によっては、エリア外へ出て運行する便もある。また、各種施設へのアクセスのため、北野地域外の全道自治区や立ち洗い町にも路線がある。かつ、水、金曜日は大城便8本と、 金島便12本が運行される。日、日、土曜日は北の便6本と湯気便8本が運行される。西鉄甘木線小賀茶屋駅、北野駅、大城駅、金島駅、大井駅のいずれかの駅発着の定期券か、西鉄バスクルメ22番北野線の北の地域内のバス停発着の定期券を提示することにより、運賃が割引となる。 コスモス号の1日乗車券で、西鉄バス北野線の石崎両地区沿岸にも乗車できる。愛称名のコスモス号は、旧北野町の町花で、現在の久留米市の市花であるコスモスにちなむ。停留所一覧以下に、基本的な主要停車地を記載する。発着地、経由地は便により異なり、エリア外に発着する便や、エリア内の一部の区間のみ運行する便もある。主に、 城島地域内で運行するコミュニティバスでマルキンタクシーが運行する。主に城島小学校校区南西部、道北部、下田、工場小学校校区を運行する A 便と城島小学校校区東部、西部、青木、浮島小学校校区を運行する B 便がある。いずれも便によってはエリア外へ出て運行する便もある。また各種施設へのアクセスのため、 上島地域外の水間地区や佐賀県宮城町にも路線がある。かつ、水、土曜日は A 便9往復が運行される。日、日、金曜日は B 便9.5往復が運行される。西鉄天神大牟田線、犬塚駅発着の定期券か、上島地区内、下林、エミバス停発着の定期券を提示することにより、運賃が割引となる。 インガット号の1日乗車券で、西鉄バス大前寺線の上城上島カリン間にも乗車できる。2016年3月1日運行開始。停留所一覧以下に基本的な主要停車地を記載する。発着地、経由地は便により異なり、大半の便は以下に示した区間の一部のみ運行する。平成26年度第1回久留米市地域、公共交通会議議事録久留米市便利で、 気軽に使える、公共交通を目指して広報をくるめ、平成26年8月1日号より道バスが、スタート広報をくるめ、平成27年12月1日号。ありがとうございます。